はい、みなさんこんにちは。今回はね、まだまだいろんなトレカ買ってきました。ナイトワンダラーとポケモンカード151、そして再販したドラゴンボールカードゲームの劣化の陶器、あとね、2024NPB プロ野球カード買ってきました。サインカードの種類が約 1.5 倍ということなんでね、どんな選手出てくるのか開けてみましょう。今回ね、約3000円ぐらいなんかな、全部合わせてトレカが。だからこの中のどれかからそれ以上のカードが出てくれば儲かります。じゃあ開けていきましょう。ナイトワンダラーから一発目。なんかダメそうだね。ヌイコグマ、シードラ、バチュル、オノノックス、ニンフィアですね。じゃあパック目。ダブルレアかな。キテルグマ、グレッグル、サマヨール、キングドラの EX、 そしてクロバットだね。まあ一応2パックでダブルレア出てきたんでよかったかな。じゃあポケモンカード151開けてみましょう。前あれ出たからね、なんエリカの正体。今回何出るかな。なんかすごいの出ればいいのね。あれ、なんかあるんじゃない。全然違いました。コンパン、サイフォン、ズバット、食べ残し、スピア、ウツボット、カメールですね。モンスターボールです。じゃあ2パック目。なんか出てほしいな。ダメっぽいね、完全に。ニドラン、スリープ、ディグダ、ゲンガー。惜しいな、モンスターボールだ。これマスターボールだったら結構いいんじゃない。そしてゲンガー、パラセクト、食べ残し。なんか同じようなカードばっかり出てきたね。惜しいな、ゲンガー。ほんと、じゃあプロ野球カード開けてみましょう。めっちゃ入ってる、12枚も入ってるんだ。長野、松田、大島、吉井、村田、牧。これ何レアなんかな。何がいいのかわからないね。浜田、細野、島内、宮城、近本、宮沢。ということで、これがレアカードなんかな。ちょっとレアリティわからんな。じゃあ2パック目開けてみましょう。なんかもうダメなんじゃない、これ。真ん中にまた同じようなのがある。萩尾、栗原、入江、大谷、マサ、今江。これ何のカードなんだろうね、これが。ちょっとわからない。それでめっちゃなんかダメージ受けてんだけど。小沢、伊藤、矢崎、宗、木浪、佐藤。ということでね、全くわからなかったけどプロ野球カードでした。どれがいいカードなんかがわからんから難しいね。じゃあ目玉のね、ドラゴンボールカードゲーム開けていきましょう。これはわかるよ、ドラゴンボール好きだからね。やばい、曲がってる、めちゃめちゃ。バーチル、トランクス、幼年期、キャーウェイ、パラガス、ビルス、そしてギニューのレアカードです。いいじゃん、ギニュー。じゃあ2パック目。なんでもいいから出て。連続エネルギー弾、グレートサイヤマン、ピロシキ、青木力の覚醒、
らしい。むー、18号だね。レアです。うん、マジで何も出んのじゃない。3パック目、1個ぐらいは出てほしいね。何か本当にマイ、クリリン、セル、ゴテンクス、孫悟飯少年期、そしてセルゲーム会場だね。じゃあ4パック目、何も出んかったらもうカード買わない。ベジータ、スーパーサイヤ人ロゼの覚醒、ピッコロ、ジャコ、ケフラー、そして SR だ、ザマスの合体ですね。いいじゃん SR。 じゃあ5パック目、パラレルカード出てこんもんね。マジで難しいよね、やっぱワンボックス買わないと。孫悟飯、ブルマ、チチ、アニラーザ、ベジータ、そしてリブリアン、レアだ。ラストになってしまいました。頼みます、奇跡起きて、頼むよ。うーん、わからん、多分ダメそう。じゃあ見ていきます。ベジータ、ブルマ、カーリン、神の鉄椎、孫悟空、そして亀仙人のレアカードでした。はい、ということでね、目の覚めるようなカードはね何も出てきませんでした。またね、機会があったらちょっとずつ買ってチャレンジしてみたいと思います。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。